今回ご紹介するテーピングはリストテープです。手首の痛みのある方、腱鞘炎の方に効果的です。また手首を使う作業、スポーツをされる方、子育て中のお母さん、仕事で手首に負担のかかる方におすすめです。5センチ幅のテープを1本使います。ではテープを貼っていきます。このテープはテープの中央から貼り始めるため、事前にテープを中央から裂いておきます。テープは手の甲から貼り始めます。まずは内側のテープを貼っていきます。続いて外側のテープを貼っていきます。テープは重ねず、わずかに隙間を空けといてください。